こたびは国衆について話してまいる。前田家も国衆がもともと始まりなわけじゃん。国衆っていうのは出世いたして大名になったり、他の大名の家臣になったり、国衆が家臣になったことが運命を狂わせた大名っていうのがおるわけじゃん。織田家が一番やり、前田利家である。陣笠隊15にござりまする。我ら名古屋おもてなし武将隊はぁ、我ら名古屋おもてなし武将隊は結成して今年で12年。この名古屋の地にてテレビやラジオのレギュラー番組、またグランパス殿の宣伝大使もいたしております。利家様、こたびのお話は。こたびは国衆について話してまいる。国衆、国衆中のはな、戦国時代を語る上において決して知らずにはな通れぬ道なんじゃけれども、詳しく知らんものが多いちゅうことでわしが説明する次第である。はあ、そもそも国衆中のは大名に満たない土着の勢力のことを申す。例えばわし前田利家の前田家も荒子におった国衆がもともと始まりなわけじゃな。国衆っていうのは戦国の世において出世いたして大名になったりとか、他の大名のもとについて家臣になったりとかして、だんだんと姿を消していくんじゃけれども、国衆っていうものがあったよということをな、みなみなに知ってもらいたいと思っておる。でな、難しいんじゃけれども、土着というのが要は土地についとる勢力っていうことなんじゃけれども、わしらがな家の名を守るっていうのはな、ぬしらも聞いたことあると思うんじゃけども、土地を守るがために刀を振るう者たちが国衆っちゅうわけなんじゃな。みなみながよう勘違いしとるのが、勘違い、国衆っちゅうのは大名のな元でな、まあ従属して戦うんじゃけれども、故に大名の家臣だと思っている者が多い。無論先ほど申した通り家臣になった者もおるんじゃけれども、国衆っちゅうのは本来大名と上下関係はなかった。じゃあな、これがな、みなみなに説明するのが誠に難しい。故に、わしは現世の戦場である会社について勉強したで、それになぞらえて話してまいる。みなみなが勘違いしとるのはな、要は大名が社長のような存在で、そして国衆が部長であったりとか、課長であったりとか、小さい組織の領主を持っとるわけじゃな。これが間違いなわけじゃ。現世で例えるならば、大企業の社長が大名、そして中小企業の社長が国衆っちゅうわけなんじゃな。無論な大きい企業の方が力はある、小さい企業は力がないんじゃけれども、本来この社長同士力関係はないはずじゃろ。はは、優劣はないはずなんじゃな。では国衆の方々と大名というのは対等な立場であったということにございましょうか。はよ、これも現世の言葉を使うと総務契約をしておったということになるわけじゃ。総務契約、つまりは互いが互いに話す責務がある契約っていうわけじゃな。この国衆と大名の関係においては、国衆は土地を守りたい、故に大きな力を持った大名に力を貸してもらうわけじゃな。その力を借りた返しとして国衆は金銭であったりとか兵力を差し出して大名の力を増やすことに協力いたすということでな、お互いがお互いに現世でいうところのメリットのある関係なわけじゃな。あくまで対等な立場として取引を、おう、さよ、国衆と大名の間で行っていたということでございますか。上下ではなくて取引関係にあったと覚えておれば、続いてなんじゃけれども、国衆の特徴として一人の主君に仕えておらんちゅうことなんじゃな。国衆っちゅうのは上下関係ではないわけじゃ。生来持っとる土地を守るがため、そのために領族というものをするわけじゃ。領族、さよ、領族っちゅうのは大名いくつかに属しておくってことなんじゃけれども、遠山の影党っちゅうものは美濃のな国衆だったんじゃけれども、美濃におった斎藤氏にまずは属しておったんじゃけれども、そのうちに我らが織田家にも属しており、勢力を伸ばした武田信玄にも属して、つまり3つの大名に属しておったわけじゃな。このように自らの土地を守れる大名を見極める必要があったで、美濃の国で戦があった折にはつきますよという姿勢を示しておいて、いざ戦が起こったらその中で一番有利なものにつくというのを国衆っていうのはやっておったわけなんじゃな。その時々に合わせて使える大名様を国衆は変えていたということにございましょうか。さよ、逆に考えてみよう。は、大名は国境付近の国衆が敵方につくというどういうことじゃ。大名にとってはかなり不利な作用になってまいります。前線基地なわけじゃな、国衆が持ってる領土っていうのは。それが敵方についてもあったら、まこと不利な状況になるわけじゃな。故に戦の前哨戦においては、いかに国衆を我が方につけるかっていうのが、大名にとって、まことに大切な事案であったっていうわけじゃな。
ではこの後は家臣団になった国衆について話してまいります。初めに申した通り、国衆というのはな、戦国の世が進むにつれて大名の家臣となったか、もしくは力をつけて大名になったか分かれるんじゃけれども、家臣団になったものがまこと多い。このな、国衆が家臣になったことが運命を狂わせた大名っちゅうのがおるわけじゃ。武田氏は国衆によって滅んだ。武田氏、南野が知っとるのは武田信玄じゃな。武田信玄のった甲斐の国っちゅうのは、もともとな、力の強い国衆がいっぱいおった。小山田氏とな、穴山氏っちゅうな、誠に強いところと戦い続けて、武田氏っちゅうのは守護大名だったゆえに、もともと権力はあったんじゃ。じゃが、国衆の力が強すぎて、その権力の行使がままならんとなった折に、穴山氏と小山田氏と抗争を繰り返し、ここを押さえつけて、ようやく甲斐一国を治めることができたわけじゃな。という背景があったゆえに、この小山田氏と穴山氏っていうのを家臣団に編成いたしたわけじゃな。さりながら国衆っていうのは土地を守らねばならぬ。ゆえに武田勝頼の代に代わり、長篠の敗戦により血とばかし武田家の領地が狭まった折に、裏切りが続出したんじゃな。穴山信忠、小山田信重といったな、この二人は黒人衆でありながらも一門衆、つまりは勝頼の血縁のものをめとったりしておったがゆえに、家臣団と誠何も変わらん立場であったにもかかわらず裏切った。織田家が攻めたがゆえに滅びたというよりは、内部で裏切りが勃発したがゆえに滅びてしまったっていうのが武田氏の滅亡の理由なんじゃけれども、これに関係するのが先ほど申した通り国衆。もともと力を持っていた国衆が武田氏に反旗を翻して武田氏が滅ぶきっかけとなったという。おー、さよ、分かりがいいな。は、山田氏と穴山氏っちゅうな、有力国衆っちゅうのはもともと力があった。最初に申した通り土着の勢力ゆえに、そこを大切にいたした。ストバカシ勢力が弱まってきた武田氏に任せておっては土着の土地が守れんちゅうことで、致し方なく武田家を握って織田家についたっちゅうのが正しいところと言えるであろうな。そして最後に大名となった国衆について話してまいるんじゃけれども、龍造寺、高信、肥前の熊だな、長宗我部、元親殿、毛利元就殿、こういったな、いわゆる南々がよう知っとる戦国武将っていうのは、もともとは国衆だったわけじゃん。国衆だった頃からより大きくなって、自然に大名と呼ばれるようになったっていうのかな、この次第であるわけじゃな。故に国衆っていうのは少しばかりあやふやな括りであるわけじゃな。大名に近い方もいらっしゃれば、国衆として全うしたという方々も、うん、無論だで、後々のな、よりはな、伝わりづらい立ち位置だったんじゃけれども、これは我らの時代においては戦の要とも言える存在であったわけじゃ。以上で国衆について話してまいった。じゃがな、この国衆っていうのはな、先ほど申した通りなかなかな難しい話である。ゆえにかいつまで話したで詳しく知りたいっちゅうものは、名古屋城にて聞きに参るとよい。この動画が良いと思ったものは高評価、いいねってやつじゃな。そしてチャンネル登録、援軍もよろしゅうに。では皆の者、さらばじゃ。